富士スピードウェイの駐車場や筑波サーキットのジムカーナ場で定期的に催されているスナコ塾、編集長つかぽんのコソ連から今回も課題と対策をお届けしたい。スナコ塾限界超えオーバーステア特訓パート3、5回通ったスカポンの現状報告。発生しないと早く走れない。で、そのスリープアングル、スリープインストラクターはグランパン GT ワールドチャレンジアジア 2019GT4 チャンピオンのスナコ塾長とミニチャレンジジャパンなどで活躍中のコチヤタカシさん。それはちょっとやってほしいかな。それも難しいブレーキリリースもね、今しながらもいくらでもトレーニングできますからね。スカポンは愛車のロードスター NRA で参加、 LSD は純正当選のまま。はい、それではですね、前回のスナコ塾のパークトレーニングでのツカポンの、トレーニングの模様をね、オンボードで見ていきたいと思います。ツカポンも回を重ねるごとに本当にスピンが少なくなってきまして、オーバーステアに対する初期のオーバーステアに対する対処というのはだいぶ良くなってきています。まあこのレグスピードを皆さん見ていらっしゃる読者の皆さんも、まあ、このいわゆる中級者みたいな括りで、オーバーステアに対する対処はでき始めてるけど完全にまだコントロールできてないななんて人にとってはね、あ、こんな感じ俺もっていう感じのオンボードになってると思いますので、ぜひ参考にして見ていただいてください。はい、まず一番最初に気になった点ですが、視点ですね。コーナーに入っていきます。はい、最大打角を迎えようとする頃なんですが、まだそこの時点でクリップから前付近を見てるんですね。ちょうどバックミラーにスカポンの目線がびっちり映ってまして、その時点ではもう出口方向に視点が行っててほしいんですね。なので明らかに視点がちょっと近いなというのが分かります。前回、前々回と一番最初の頃と比べても圧倒的に違うのは、そもそもスピンしないよねっていうところですね。そもそもスピンしません、全然。オーバーステアの初期の反応というのは明らかに良くなっているのは分かります。じゃあただし、そのオーバーステアを含めて、自分の車を完全に管理下コントロール下に置けているのかっていうと、まあ、やっぱりそうではなくて、お釣りももらうこともあるし、すごくまあ操作としてはね、バタバタしてるっていうのがよく分かります。ただ唯一もうスピンしなくなったっていうのは、まずこれだけでも大進歩だと思うので、ここはもう素晴らしいところだと思います。十分スナコ塾でのトレーニング成果が出てるかなという気がしました。それではですね、やはり午前中のツカポンのこのオーバルサークルの外絵を見ていきたいと思います。外絵で見てる限りはこれね、うまく見えちゃってます。めちゃめちゃうまく見えちゃってますというのは、まあ、中でのちょっとドタバタ操作というのがちょっと見えないので、結構あ意外とできてるじゃんっていう風に見えてしまうのが実情でございます。はい、それではね、午後の走行を見ていきたいと思います。午後はですね、オーバルサークルではなくて、パイロンを設定したジムカーナコースみたいなになってます。ブレーキング、ステア、最大打角からアクセルオン、パワーオーバー、そういったところをちょっとチェックしていきたいと思います。これもね、本当にね、パワーオーバーに関して言うとかなりコントロールできてますよ。もうスピンしないですもんね。はい、今ね、これ振り返し、車がこういう振り返しのところなんですけど、全ての動作に少しずつの遅れが出てしまって、それで、車を思った場所に置けてないというのがありますね。やはりその振り返しの場合は車の挙動が、まあ、倍返しのように返ってくるので、そこに対しての反応がまだまだちょっと追いついてないなというのが現状だと思います。はい、午後の2本目のオンボード見てみましょう。やっぱね、ここでもね、ちょっと視点が近いというのはこのバックミラー越しのツカポンの目線で分かります。そして、この振り返しの部分、今は
せっかく曲がろうとしてんのに逆にステア戻しちゃいましてね、よくこれもあるんですけど、リアスライドに対しての過敏な反応をしてしまってですね、今せっかく曲がろうとしてリアが動いたと思った瞬間にそれに対して過敏に反応してハッてステアリングを戻してしまう、今曲がろうと思ったのにみたいな感じですね。そしてやっぱり振り返しはまだちょっと制御下には置けてなくてバタバタ感がすごいですね。はい、この日スナポ塾でのですね、パークトレーニングのほぼ終盤のね、今度オンボードを見ていきたいと思います。このいわゆる1コーナーと呼んでる部分に関しては、ね、かなりね精度は上がってきてますね。2コーナーから3コーナーの振り返し、ここが課題ですよね、ずっとね、いつもね。おー、振り返しで一旦ですね、車を完全に今止めてしまって、めちゃめちゃたくさん操舵してしまった。このでガガガガガーって音がちょっと入りましたけどね、これ辺はやっぱり、タイヤをまだしっかり感じれてないというところの証明かもしれないですね。だからね、人っていうのは単に左に切りたい、曲がりたいから左に切るってことをしてるんじゃなくて、いわゆるそのタイヤの状態に合わせたステアリング打角のスピードであり打角でありっていうのをやっていかなきゃいけないんだけど、その辺がもう少し感じれてきたらこういう動作がなくなってくるのかなっていう気がしました。まあ、いつも常々言ってるんですけども、ごくごく低速の安全な場所でまずとにかくタイヤを感じるという作業ですね。ステアリング、そして視覚情報、そして三半規管、お尻、全てのものの感度を上げながら今タイヤに起きている状態というのをとにかく正確に把握できるかどうか、これがまあ一つ上達のポイントだと思うんですね。そこに関してはこのいわゆるスナップ塾のようなパークトレーニングが非常に重要になってきます。野球でいうとですね、ゲームに出る前のキャッチボール、あとトスバッティング、まあ、そういったものだと思うんですね。こういった基礎をしっかり見直して、皆さんのスキルアップに役立っていただきたいと思います。次回スナポ塾はですね11月の14日、また富士スピードウェイでですね駐車場で行います。ぜひ、ご参加の方まで皆さんお待ちしております。はい。